話せる自分の出発地点に立つ。話せるようになりたいあなたに伝えておきたいこと。それは話せると思えるようになるまでにかかる時間はあなたが今思っているよりもずっと短いということ。私の場合で言うと、カナダで5週間ホームステイしながら語学学校に通ったら Do you speak English? に対してYes と言えるようになった。スペイン語のオンラインレッスンを受け始めてほんの数ヶ月で、思っていたよりも全然通じていると感じるようになっていた。もちろんそんな短期間ではまだまだたどたどしくて思うようには話せないけれど、想像していたよりもなんとかなっている自分に気づく。そして今自分が知っている言葉を何とか駆使すればきっと相手に分かってもらえる。自分の中から何とか言葉をひねり出せば大体のことはきっと相手に通じる。そう自然に思えるようになる。そう思えるようになった時が話せる自分の出発地点だと私は思う。まずはこの出発地点に立つことが大切。それだけでも今までの自分とは全然違う意識になっていることに気づけるはずです。